バラクーダ号の今年初陣でございます。セール桃島ヨットレースの始まりです。初日の今日、九州の低気圧が接近しております。うねりがすごいですね。1メーターから1メーター50ぐらいのうねりでございます。雨はまだ降ってはおりません。今日のメンバー、いつものアキーダくんで、マサくん、岩森くん、そして今日はスペシャルゲスト、ラムちゃん、どうぞ。そして忘れた、カメの5名で行います。どうぞよろしくお願いします。セムタン、今日最強夫人やね、最強夫人。今日はセムタン強そうです。メンバーが、皆さん伝わりますか、このうねりが。上がっちゃ落ち、落っちゃ上がり、凄まじいうねりでございます。もうね、酔いますよこれは。今年もよろしくお願いいたします。ウッドの皆さん、さあ1分30秒前です。セールモモシのヨットです。うねりがすごい、微風でございます。うねりがすごい、うねりがすごいございます。我慢する。これでしょ、もうそれしたら。うん。もう本当全開でいい。突っ込むよ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 。このまま行くよ。大丈夫っすね。で、開けてここに入れてくれ。まずもう失速処理でな。このまま行くよ。セムダン。このセムダンのケツを上げて行くイメージ。いいよ、スタートです。セムタンうまいな。はい、おじさんたちもうまいよ、ホットストックさん。はい、行きましょう皆さん。うねりがこれだけあって微風でございます。なかなか船は、先にすみません。ホットウッドストックをね、やり直しでございます。レーススタート4分が経ちました。先頭はですね、ラグタイム、そして2番手はセムタン、3番手は J21 ですね。でバラクーダってことになってるんですけども、スタートがある時点でございます。なかなか進みません。さあ微風なのに、うねりがすごくてなかなか進みません。セムタン離されました。セムタン走り始めました。速いですセムタン。船名は何と言われるんですか。プチ、プチ、プチはちょっとという意味ですか。ちょっと、ちょびっと、走りもちょびっとにしてください。早いじゃないですか。うちよりちょびっとだけ遅くなってくれればいいのにね。さあクルーザークラスのスタートです。スタートして3分であっちゅう間にですね、我々、クルージングクラスの船を抜いていきます。スタートして13分です。クルージングクラスちょっと抜きに出ましたのがですね、セムタンです。セムタンいい風を掴んで、行って、抜きに出ました。2番手がラグタイム、プチとバラクーダが、競ってるような状況でございます。さあアドレナリンが、どてっぱらいから取って、全く舵を切るつもりがないんで、でもよけりゃいけない、おじいちゃん。さあ第一マークの前でですね、タッキングしてなかなか、マークを回ろうっていう、ことにならないようで、思うように進まない、うねりで、まっすぐ進まない、自分が思ったような、走りができないので、なかなかですね、タッキング繰り返すだけで、第一マークを回るのは難しそうです。その中で一番開口はさすがです。ラグタイムでございます。
は近いんですけど、なかなか回れません。これで回れるかな。マス君若干下らしてもいいね。はい、2位開口がセムタンで、レッサークラスの、2番手ですね、アドレナリンが開口するスピンネーカーを上げているところです。もう第2レースは？マジで？マジで？え、これで終わり？風は微風、うねりはむちゃくちゃある中で、第1レース短縮して終わり。第2レースなし。さあ、セールも申します。2日目、いいお天気です。ただ風が強い、台風並みの風でしょうか。マリーナの中もですね、ビュンビュン吹いておりまして、係留している我が艇もですね、他の艇もすごい状態でございます。今ですね、レースを行われるかどうだか運営の皆様が船でですね、レース海面をチェックしに行ってもらってます。レース行われるならばワンポイントリーフでですね、メインセールを段取りして臨みたいと思います。過去台風直撃の注意報が出ている時にまだ警報が出ていないからレースをするよという、そういったこともありましたけども、これからどん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 、風が上がってくる模様でございます。さあ、マリーナのマリーナにですね、多くの船がスタンバっておりますが、無事にスタートするのか、レースは開催されるのか否か。レース海域の調査からですね、ホーム艇が帰ってまいりました。結果、レースは開催されるのか中止。ああ、残念。でもちょっと嬉しい。いやね、しょうがない。人間は自然には勝てないのだ。